じゃあこちらお願いします。もう少しください。ありがとうございます。はい、そんな指原さん、ぜひですね、今日は実はご覧になっていただきたいものをこちらでご用意させていただきました。もし指原さんが今後ずっと美に意識を持ち続けた場合、30年後どのような見た目になるのか、気になりませんか？気になる。なりますよね。そうなんです。今は美を気をつけた場合ですもんね。そうです、美を気をつけて30年過ごしていただいた場合ということで、もうスタッフがですね、本日勝手にシミュレートして作ったものがございますので、はい、30年後の指原さんの未来写真お見せしたいと思います。こちらです。なんでそんな笑ってんの。今より良くない？めっちゃ綺麗ですよ。今よりいる50人の皆さんが立ち上がったのが女優さんみたい。太田プロの看板女優でも、ね、皆さん、メンバーの皆さんいかがですか？どう？めっちゃ綺麗です。今より綺麗かもしれないです。今より綺麗かもしれない。本当だよね、綺麗だよね。とっても綺麗。今の可愛さに、さらに何でしょう、落ち着きといいますかね、上品さが加わって、すごい、ね、本当に女優さんのような。すごい、30年この美をこれなりたいですね。意識し続けた場合ですと、まあ、こうなるかもしれない。でもこれはよく噛んでた場合ですよね。そうです、そうです。私が全然噛まなかったらこうはなんないんですよね。気になります。はい、噛まなかった場合、はい、美を意識しなかった場合、見たい見たい、そうおっしゃると思いまして、もちろん、30年後美に対して無頓着になってしまった指原さん、もちろんこちらも勝手にシミュレートして未来写真作っております。ご覧いただきましょう。こちらです。やばい、これすごい、やばいよ、やばいやばい。指原さん思わずもう見れないという目を背けてしまいましたが、これはやばいわ。まずご自身で見ていただいていかがですか？いや、なんて言うんだろう、こんなに首の皮ってたるむんだなって、すごいたるんでるし、やばい、お母さんみたい、うちのお母様にみたいになっちゃいそう。やだな。でもそうですね、目元なんかはね、ほぼそのまんまですけれども、全然違う。ちょっとこれしゃべっときましょう。そうだね、50年後見ましょう。そうだね、待ち受けにしといたら気をつけるかも。30年後か、はい、では今ご覧いただいた2つお写真、実は大きくしましてパネルご用意しました。うわ、いいな。やだやだ、いただきましょう。こちらです。やば、全然違う。出てまいりましたよ、指原さん。うわ、全然違う、メンバーの方も改めてやっぱり2つこう見比べてみますと違いますよね。違う、本当に艶があるし血色もいい、しこれよく見たら肌質もちょっと見て、すごいから肌質違うっしょ、全然。超肌綺麗ですね、向こう。超肌綺麗で、こっち毛穴開きまくってる。本当だ、なんか肖像画みたいな。この機能がすごい、すごいね、本当。これすごいね。でもやっぱ顎周辺に出るんですね。やっぱここが全然違うね。確かに同い年と思えないだね、タメだからこれ、ね、もうさまざまな今衝撃がきっと駆け巡っているかと思いますが、服のセンスも変わってくるんですよ、ビビに気をつけたらやっぱり、まあ、きっと指原さんにとっては、まあ、楽しみでもあり、確かに、かたやちょっと怖くもあり、怖いです。そんな未来を想像していただけましたところで、武田先生、先生もちょっと写真をご覧いただきまして、いかがですか、この2つの写真というのは。極端すぎますよね確かに極端ただやはり、30年後まで美を意識し続けた場合、うん、まあ、よく噛んでいただいたりですとか、うん、そういった食生活しっかりと意識するのが左側、そうしなかったのが右側ということですよね。そうですね、こんなに差が出てくるものなんですか。そうですね、僕もびっくりしました。これ全くの僕の意見は入ってないですかですね、先ほどおっしゃったこの辺のたるみとかですね、そういうことはかなりよく噛むことが、はい、効果があるんで改善されると思いますね。そうですね、物を食べるときって口の周りの筋肉をよく使うじゃないですか。でこの筋肉っていうのはここの噛むと分かるんですけど、側頭筋っていう筋肉があってここも働きます。ということはよく噛むことによって筋肉が適度に鍛えられるんで、たるみであるとかこういうシワなんかがかなり防げると思いますね。勉強になる。あとさっき言ったこの
肌質ですよね、うん、肌質にもかなり影響があると思います。そうなんですか。すごい。唾液の中に、パロチンといってですね、まあ、若返りホルモンなんですけども、うん、まあ、そういうの言われてるんですけども、そういうものいっぱい入ってます。でもう一つ EGF って言って、コラーゲンを作る、細胞に働きかけて皮膚の代謝を良くする物質が入ってるんですよ。だから4日もこれによって皮膚が、まあ、若い状態を保てるということなんで、指原さんもさっき早食いをしないで、はい、もうちょっと楽しんでゆっくり、しっかり噛むといいかもしれません、ね、なるほど。そしたらこっちですよね。